本校では日本とサモアの関係について述べる。日本とサモア独立国の関係、あるいは急称により日本と西サモアの関係とも。1962年1月1日、ニュージーランド委任統治領西サモアより西サモアとして独立。1973年、日本と西サモアの間で外交関係が樹立される。1980年6月、 在京西サモア名誉総領事館が開設される。1997年2月、在アピア日本国名誉総領事を任命。1997年7月、国名が西サモアからサモアに解消される。これに伴い、在京西サモア名誉総領事館が在京サモア名誉総領事館となる。2007年1月、在京サモア名誉総領事館が閉館。 2009年7月、在京サモア大使館が開設される。2013年1月、在サモア日本大使館が開設され、献金駐在館事務所として活動を開始。2016年3月、福島県いわき市の常磐港産株式会社内に、在福島サモア名誉領事館が開設される。2017年1月1日、 在サモア日本大使館が実館としての大使館に格上げ。同年3月14日、日本国政府の閣議決定により、青木真也が発大中サモア日本大使に任命される。1989年1月7日、昭和天皇が87歳で崩御。同年2月24日に取り行われた体操の例には、サモアのオーレアオーレマーローマリエトアタヌマフィジ2世と、 教育大臣、パトゥアファイゼが参列した。1990年、天皇、秋人の即位の礼が取り行われ、同年11月に行われた品格を招く共演の、儀には、オレアオレマーローのマリエトアタヌマフィリ二世が参列した2003年10月、秋篠宮文人新郎及び同日のり子がサモアを、訪問し、マリエトアタヌマフィリ二世や首相トゥイライパサイレレ、 マリエレガオイなどの要人と会談し、サモア国立大学や太平洋地域、環境計画事務局の本部、首都アピアにある、同国最大の港湾アピア港などを視察した。2007年5月11日、マリエトアタヌマフィリ2世が94歳で死去。日本からは、外務大臣政務官、浜田真正義が長問の特使として派遣され、国葬に参列した。なお、 1998年より、サモア首相を務めているトゥイライパサイレレマリエレガオイは、副首相、財務省時代を含めて、これまで14回訪日している。青木真也テラサ一ゲンイチレアダウアトゥイトロバーキリフォーティ、エテウアティファーラバーウペリナジャックリーンシラツアラウレレー。ありがとうございます。